ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。一緒に頑張りましょうね。はい、では、前回に引き続き今回も三者三様ぶらり旅復刻版、食べられる野草は生えていないかしら、ですね、サンリオクエストの後編をやってみましょう。今9節まで行きましたね。これだ。魔法使いのオーブにチェンジします。では行ってみましょう。片切り双葉がありますが、片切り双葉でいきましょう。ボーナス。私が力を貸すわ。これでどうです？これで勝てる？勝てちゃう？来た。皆さんのやる気をアップします。こちら、こうして、そうね。今うまくいくといいんだけど。力が湧いてきます。サポートします。こっち来るな。来た。さあ、二人で行きます。アズニャンが攻撃か。強い。11万。やった勝ちましたよ。クリティカルじゃないんですが、やっぱり強いですね。私体力ないけど大丈夫かしら。バトルしただけか。10節。わーい。だね。ありがとうございます。ルキャンと三者三様。
ょっといい？だよね。あ、ええ、ううん、そうでしょうか。でもさ、あ、うん、いやいや、ちゅうか、嘘やで。嘘かい。ですが、なになに？いやいや、困りましたわね。でもさ、へえ、なんですって？やだな、もう。でもね、ないけど大丈夫かしら。さあ11節、願いの叶う森へ。これは難しい。でもこれはこうですね。マリンで私もご一緒させてもらおう。いざバトルだ。またバトル、うん、ちょっと強いぞ。油断禁物くらえです。皆さんのやる気をアップします。遅いぞ。反対攻撃。任せてください。ヤフー。うまくいくといいんだけど。くらえです。いいですね。サポートします。力が湧いてきた。これは倒せる。あ、倒した。癒しをパーで大ピンチ。これは土属性はこれですね。この属性強い。じゃあ風属性を、西川陽子がいますが、私もお供させてもらうわね。さあ、ボス、ボスだよ。ちょっと怖いかも。待っててね、援護するから。立ち止まらず、諦めないで。そんな、サポートします。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。半分。そんな、見られてます。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。そんな、待っててね、援護するから。
だけど。くらえーです。そんな焦らずに行きましょう。あんまりダメージを食らわずに済んだ。そこです。うん、これでどうです。もうちょっとだ。先生、礼儀がなっていません。ちゃんと前に礼儀をしましょう。しない。武蔵どうなるか分かっていますね。倒した。終わったわね。さあ、これもう最後の方になりますよ。体力ないけど大丈夫かしら。13節玉美の思惑、結構展開早いですね今回は。化け猫だったんだ玉美は。14章もう来ちゃいましたよ。やったー。そうですわね。おだよね。なんかえらいダイジェスト的な感じでしたね。あっさりシナリオクエストクリアしてしまいました。お腹すいたな。何か食べた。これなんだけど。ありがとうございます。すっごく助かりました。ということで収集クエストがやってきました。まあ、これがメインなんでしょうね。超級もありますから。ということで次回は トレードで変えてから行きましょう。深夜一寸の光陰カロンズべからず。今のおすすめ。うん、有権が2つある。アニマエル行きましょう。キュウリ、キュウリです。あ、またトレード戻らないと。眠くはない。問
っちは今だけ。マヨネーズ。さて、特殊召喚もできますが、ちょっと進化できるかどうか見てみますか。星4は無理ですね。星5は無理ですね。星4は進化はできない。ってことは限界突破になるんだけど、今のところそんなに、今のところ無いんですよね。レベルが足りないっていうこと、ものは。なので、特に今のところはまだ。これからっていうとこですね。はい、というわけで、むしろ強化に力入れた方がいいかもしれない。もっとみんなの役に立ちたいな。ということで、道中食べられる野草は生えていない。この間見た子猫は追加シナリオやるか。時間、あまりに時間が余ってるんで、せっかくだし、どこまでやるかわからないけど、あ、なんですって。あら、ええ、あ、うん、困りましたわね。いやいや、そうですわね。確かに。なんですって？
腹すいたよ。でもね、さらに外伝行ってみましょう。許せないわね。いやいや、それは違うわ。この前見つけた猫カフェ行こうかしら。猫
会喫茶にゃんころ行ってみましょう。そういえばさ、それじゃあ、そうですわね。この前見つけた猫カフェ行こうかしら。これ開放まだされてないですね。はい、というわけで、ここまでとしたいと思います。次回こそ収集クエストやりたいと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。最後の20秒で関連動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でイコでした。